こんにちは、しげしげです。百花繚乱2で学園カーリーの試運転をしていきたいと思います。はい、ということでまずはリーダースキルの確認からいきましょう。4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍、木を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大 4.5 倍というものになっております。まあ、なので、4色以上決めながら木を4つ消し以上にしていくといった感じのパズルが必要になってきます。で、この最大 4.5 倍なんですけど、8個つなげた時ですね、1列と2個つなげた時に最大火力が出るようになっております。324倍ですね。はい、結構な高火力です。ただまあ1列ね、1列じゃないや、1列以上ね毎回組んでいくっていうのは厳しいので、今みたいな感じで4つ消しで突破していくっていうのも、まあ相手の状況ですね、例えば水属性だったり、キラーが刺さったりする場合は4つ消しで抜いてあげたりとか、そういった感じの立ち回りが必要になってくるのかなと思います。まあ、4つ消しでも100倍出るので、まあ大体のモンスターは倒せるんじゃないかなと思います。で、特徴的なのが多色とはいえ、貴族性強化を持ってますので、まあなるべくね積んであげた方が火力の上昇につながります。ということで今回の編成こんな感じなんですけども、詳細は全部概要欄の方に載せておきます。どうしてもね、火と水の枠が、まあ、悩みがちだったので、イシスで埋めております。まあ、他にはボルメテウスだったりその辺で埋められるのかなと思います。で、一応エンハンスとしてプレイヤー、まあ、列をね、4つ持ってますので、非常に相性いいかと思って編成しております。で、その隣のアルゲティですね、こちらが貴族性強化2つ持ちと神キラー持ちで、あとスキルターンが軽いので、まあ行くダンジョンによってアシストねしてあげると、またかなり使いやすい、使いやすくなるんじゃないかなと思います。今回はニャルラとホテプをアシストしております。で、最後ラグドラですね、まあキラーモリモリっていうのと、普通にキラーが、まあ、高倍率な上にキラーが刺さる敵には刺さっていくので、まあ、火力の向上が見込めるといったところで編成しております。で、ここは色ないか、ただまあ落ち込んであと1色決まれば OK ですね。これ火力見ていきましょう。はい、2000万オーバーですね。ということでだいぶ火力は出ます。で、4色以上でダメージ軽減も入りますので、それなりに耐久もしていくことができます。ということでめちゃくちゃ強いので、引けた方ぜひねリーダーとして使ってみてください。はい、一旦4つ消しで様子見ていきましょう。落ち込んのったけど、まあ、75% 減なのでさすがに、はい、耐久していきます。まあ、属性的に不利なんですけど、おそらく1列以上決めちゃうとやばいのかなというところがあるので慎重にいきましょう。まあ、たまたまねイシスに無効化がついてたので、たまたまとか言っちゃったんですけど、無効化ついてるので、まあなんとかなるかなと思います。ここで無効化使いましょう。まあ、根性外せないとは思うんですけど、ちょっとピンチなので無効化使って、まあ、色決めていきましょう。はい、めっちゃ降ってきましたね。ただ覚醒無効なのでキラーも刺さらずいい感じに削れました。で、いい盤面なのでここで決めに行きましょう。あ、エンハンス
使うの忘れましたね。はい、ということでめちゃくちゃ強いので、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。